ジュージュー様やっぱりちょろいんだった。皆さんこんにちは、ゆめぞうです。今回はキセコイ第8話について語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの感想や考察、たまにゲーム配信もしております。キセコイについては毎週動画更新しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してから見ていただけるととても嬉しいです。はい、ということで今回はね、まずしんじゅちゃんの本当の気持ちについてね、軽く考察していきたいと思います。あくまでね、原作未読のアニメ勢としてのね、考察になりますので、ちょっと温かい目で、ね、見ていただければと思います。だから冒頭の方で写真についてね、みんなで話し合うシーンがあったんですけども、そこでねマリンちゃんがしんじゅちゃんに、しんじゅちゃんはコスしないのと。そうするとジュジュ様がしんじゅちゃんの方のねチラッと見て、でしんじゅちゃんのはね一気に真顔になるんでね、一気に真顔になって私ってつぶやくんですね。ジュジュ様が、しんじゅもしたかったのって聞くんだよね。しんじゅちゃんがちょっと一泊置いてから、いやないです、したくならないです、私お姉ちゃんを撮るのが好きなのでって言うんだよね。そうすると五条くんがキョトンとなんか見つめるような表情してるっていうシーンがあったんですけど、ここやっぱねなんか引っかかりましたよね。まあ普通に考えたらやっぱ本当はしたいのかなって、本当はしたいんだけど、やっぱあのでかさじゃん、中3にしてねめちゃくちゃでかい、身長もそうだけど、おっぱいがとにかくでかいんでね、だからやっぱりコンプレックスなんだよね。本人からしたらもうめちゃくちゃ身長でかいし、あんなにおっぱいもでかかったら、まあ、異性からも女性からもねめちゃくちゃ見られると思うんだよ。だからそれがすごいコンプレックスで、人の目が多分怖いんだよ。人の目線とか気になったり怖かったりするから、もうコスプレしたくてももうそういうトラウマみたいなのがあって、もういや自分はいいんで自分のことは見ないでくださいって、私より可愛いお姉ちゃんを見てください、お姉ちゃんこんなに可愛いんですって、だからお姉ちゃんを撮ることにこの一生懸命になってるんじゃないか。本当はしたい気持ちもあるんだけど、やっぱそれ怖い、人の目線が怖いから、それよりもお姉ちゃんを撮ってみんなに見てもらった方が、まあ、自分は今幸せですよって思ってる、そんなところじゃないかなとね、ちょっと考察してみました。まあ、でもジュジュ様も本当は妹としたい気持ちはどっかにあるんじゃないかな。もう妹のそういう性格もお姉ちゃん気づいてないわけないと思うので、まあそう本当はしたいけどでもできない、でもこのチャンス今マリンちゃんが聞いてくれたから、この機にね乗じてねもう一回聞いてみようっていうことで、いや心理上もしたかったのって一言出たんじゃないかなと。あとね、キョトンと見つめる五条くんはね、まあやっぱりまだまだおっぱいを見ていて、ただ口があんぐりしてキョトンとしていたんだと思います絶対そうだ、男はもう真剣な話されてもおっぱい見てるから男はね、もう高校の男はめちゃくちゃ真剣な話とかシリアスな話されてもおっぱい見てます。考えてる顔してました。はいまあ考察はねこのぐらいにしといて、本編の方もねめちゃくちゃ良かった。ジュジュ様のやっぱロケハンで手をつながれ、五条くんに手をつながれて、このずっと女子校で育ってきたジュジュ様が異性手をつながれたことがなくてこうショートしちゃうっていうねめちゃくちゃ可愛いやんけ。もう絶対これシュキシュキになってくパターンじゃんね。ただでさえだってこの五条くんの服に一目惚れしちゃったって言ってるんだから、もう次はじゃあ五条くんのこと好きになるっていうのも自然な流れなので、こっからどんどんねジュジュ様がこうやっぱアピールしてくるのかなって。あとでもやっぱりマリンちゃんも可愛かったのよ。いきなりのね海行こうぜからのね黒パンツ、ありがとうございましたいやー毎回ねなんだかんだ見せてくれるんだよね。でやっぱり最後のこのマリンちゃんがこの五条くんに2人でいろいろ行こうって誘うところが、本当マリンちゃんの表情がすごい綺麗で、すごい素晴らしい作画だったね。本当に可愛いじゃなくて今回はね綺麗だなって、マリンちゃん綺麗だなと思って、照れてる姿も可愛かったよね。ね、表情がもうマジやばいんだけど、この自分の表情を隠して走っていく姿とかも良かったし、この異性としてマリンちゃんが誘ってるのと、もう友達としてね行きたいですって言ってる五条くんのこの2人のすれ違いも、早く2人のね気持ちがこう一直線にね繋がってほしいなと。まだまだ見たいのにもう8話ってね、けど悲しい、もうすでにもう終わってほしくないなって寂しい気持ちがねふつふつと出てきました。ということでね、以上第8話の感想と考察でございました。よかったら皆さんのね、感想などもねコメント欄に書いてくれるととても嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。